経営のヒントプラス第589回目お届けいたします。こんにちは、福田紀子です。小島です。よろしくお願いします。お願いします。では今日の質問です。小島社長の論理思考に感動し、いつも楽しく拝見しています。はい、質問です。畳業界の提携についてです。父が2名体制で畳店を運営しています。昭和は繁盛していましたが、バブル崩壊して以降、需要減により売上が減少しています。今後のマーケティングの優先度は、定期注文が多い建築会社、住宅メーカー、不動産仲介などと考えています。職人気質の業界でどのように提携に持っていけばよいでしょうか、といただきました。はい。はい。ではまずはお知らせから。はい。はい。私がやっております、株式会社 e メディックという会社がありまして、そこの株式会社 e メディックというふうに Google とかで検索していただきますと、はい、この株式会社 e メディックのホームページが出てきまして、うん、私のセミナー動画2本をですね、まあ、無料で見れるという企画をやっております。でどういうセミナー動画かというと、それぞれ約120分でちょっと長いボリュームかなりあるんですけど、1個目がですね、99% 失敗しない新規事業の作り方ということで、ゼロから異業種で新規ビジネスをやるにはどうしたらいいのかと、そういうような、セミナー動画になっております。で、もう1本がですね、社員1名、コネなし、事務所なしから運や偶然性を排除し、13年で30社の企業オーナーになるまでの戦略を大公開ということで、私がもう社員1人しかいなかった頃から、まあ、13年間かけてどういう思考法というか、どういうプロセスで、まあ、今のような状態になったのかっていう、そのテクニックというよりは考え方ですね、はい、その辺をお話をしておりますので、これ紀子さんにも見ていただいてますかね。はい、はいはい、もうめちゃくちゃもうこの小島社長のセミナーから、もううちのアシスタントがすごい資料を作ってくれた。なるほど。はい。はい。まあ、これもね、無料なので、はい。はい。ぜひ見ていただければなと思います。はい。ご覧になってください。はい。で今日は、畳業界のご質問をいただきました。はい。はい、畳ってですね、私、まずその、インターネットで何を調べたかっていうと、うん、世の中にある畳ってどれぐらいなのかなっていうのをまず調べてみたんですよ。はい、僕畳のことはと知らないので、はい、で自分の家に畳ないので、うん、何にもわからないんでどうなってんだろうと思ってまず調べたら、これ今年なのか去年なのかちょっとわからないんですけど、まあ、もしかしたら2年ぐらい前なのかもしれないんですけど、はい、一応日本全国に引かれている畳っていうのが7億枚以上どうやらあると。はい。っていうことはですよ。うん、もちろん、減っていくとしても、畳って張り替えたりもするんで、うん、はい、7億枚って、まあまああるじゃないですか。そうですね。はい、もう、まあ、どれくらいの面積かももう想像できないぐらい。わからないぐらいです。はい。で、しかも、日本人の人口に換算するってのもちょっとおかしいと思うんで、はい。はい、1人 5. 何枚って言ってちょっと意味わからないんですけど、でもまあまああるだろうと。はい。で、この方が質問されてる、のがですね、うん、まあ、なかなか、正直個人だと、畳屋さんに、うん、これはまあ、布団屋さんも同じだと思う。布団を打つとかっていうのもほとんどなくなってきてると思うんですよ。うん、はい。なので、これ全く同じですけど、その、個人でいきなりその、電話がかかってきて、じゃあ来てくださいは、やっぱりないと思うんで、うん、この方のご質問のように、まあ、住宅メーカーとか、いわゆるその、建築系ですよね。はい。はい、しかもその、まあ、家をこれから建てるような、そういうところと業務提携をすればって話なんですけど、うん、もう間違いなくですね、うん、どこかの畳のまあまあな規模のところが、うん、そういう、じゃあ積水ハウスとか、はい、三井ホームどこでもいいんですけどね、もう、まあ、そこまで大手じゃなくてもちっちゃいところでもいいんですけど、その家を建てるときって何をどうする、例えば、張り紙どうするとかで、だってカタログがいっぱいあってそこから選ぶんですよ。で、その中にもう入っちゃってるんですね、畳絶対。おそらく。はい。そうです、ね。なので、普通に提携って、まあ現実で難しいと思うんですよ。はい。でも、唯一やるとしたら、例えば、うちは他の半額です。だったらできるんですよ。うん、でも、それって、原価って多分、
おそらくある畳屋さんはのが、いや、あの原価が1個5000円だったら、1000円にするって無理だと思うんですよ。うん、例えばあのサプリメントとか化粧品であれば、正直成分が薄めればとかね、まあ、まあ、良くないとしてもいろんな工夫すればできなくもないんですよ、原価って。はいはい、あのもしくはコンテンツビジネスだったら、まあ、原価ないから可能じゃないですけど、畳って何分の1にするって多分難しいですよね、原価。はい。はい、っていうことは、もう、その、そうするとやってもいいんですけど、うん、まあ、利益が出なくなる。うん、で、さらに畳屋さんっていうことは、その後のバックエンドがないから、畳だけで儲けなきゃいけない以上、やっぱり普通に考えると不動産関係との提携っていうのはやっぱちょっと難しいんじゃないのかなと。なので、やっぱりそういう時にもしやる、私がもう畳っていうのが全く知識がゼロの状態で考えたのは、やっぱりなんか新商品の開発がやっぱり必要だなと思っていて、それがわかんないです。もしかしたらこれがね、防音っていうことができるんだったら、しかもそれ引くだけだったら、まあ、ちっちゃい子がいる、うんうん、でしかもそれが分かんない、まあ、怪我しないなのか小さい子が遊んでっていう、そういうことがあればもしかしたら防音の畳っていうのができるかもしれないし、防水の畳っていうのができるかもしれないし、はい、洗える畳とか、あと僕がインターネットで調べたちょっと限りですけど、うん、そのどうやらシックハウスとかそういうアレルギーの原因になるかのホルムアルデヒドとか、そういうのを吸収したりとか空気を浄化するっていうのがその畳にあるらしいんですよ、作用が。で、っていうことは、だったら別に畳って下になきゃいけないわけでは、畳としてだから下になきゃいけないんですけど、一番表の部分がもしかしたら壁がそれになってたりとか、天井がそれになってたりして、子供で新築の家とかに引っ越すと、ちっちゃい子供がそれでアトピーになるとかってやっぱり現実あるんですよ。ありますね。であれば、そういう切り口で、壁紙とかをすごくおしゃれにして、畳の生地なのにそれに見えない。しかも和室でそういうことができるっていうような提案ができるんだったら、そういうハウスメーカーとか、リフォーム会社とかと提携できるんじゃないかなという。うん、なので、やっぱちょっと何か切り口を変えたりとかっていうような、この商品開発的なことが、必要なんじゃないかなと思っていて、で僕現実的にできるのは、僕はこのアレルギー対策っていう方なんじゃないのかなと、幼稚園とか保育園とか介護施設とかに、うん、はい、多分この防音とかってなってくるとだいぶ話が、大きい話になって、じゃあそれが本当に防音かってどっかのところで調べてもらわないといけなかったりとか、はい、はなので、もともと畳がそういうその空気を浄化するとかっていうことが何か悪いものを吸収するっていうのがあるんであれば、その表だけをなんかで壁紙とかにしちゃえばなんかいいようなっていうような、そういうのが商品開発で提携。で、もう一個の対策、二つ、三つ対策があるんですけど、はい。二つ目が、24時間畳張り替えサービスです。これは実際に結構有名でやってる会社があるんですよ。はい。で、なんでこういう畳の張り替えを24時間でやるかっていうと、まあ、今はちょっとコロナなんでね、休んでるところもあるんですけど、通常飲食店って、畳の張り替えのために、例えばそのお店を休みにするっていうのはすごいロスじゃないですか。そうですよね。なので、じゃあお店が10時、11時に終わって、全部掃除も終わって12時になります。はい、そこから次お昼やるんだったら10時ぐらいに開くわけじゃないですか。うん、そうすると、夜中12時から朝6時、7時までの間にやりますんで、と。うん、なんで、お店を一切閉める必要がありませんっていうことで、一部やってるところがあるんですけど、全部が全部やってるわけじゃないので、うん、もう自分の地域でそのサービスがないんだったら、それやっちゃえば、もうそれだけで、いけちゃうんじゃないのかなと。現実にこれ関西中心に、私調べた限り結構ある、やってるとこあるんですよ。はい。で、じゃあそこから、もうちょっと話を膨らませていくと、うん、じゃあ、どういうふうに考えればいいのかっていうと、ビジネスモデルっていろんなものからできてるじゃないですか。例えば店舗であれば営業時間もあれば、ターゲット、誰にする、それが法人なのか個人なのかとか、価格帯とかいろんなことありますよね。はい、そういうビジネスモデルを、それぞれをパーツだって考えたときに、パーツ1個だけ入れ替えてなんかできないかなって考えてみるんですよ。うんうん、そうすると、この24時間サービス、つまり24時間って言いながら、実際これ夜中やるって意味ですじゃないですか。はいはい、であれば、じゃあこの営業時間を変えてみるっていうのが、この24時間ってことじゃないですか。はい。うん。なんで、
歌舞伎町に何個かありますけど、あの夜7時か8時からやって朝6時までやってる歯医者さんってあるんですよ。昼間やってない。ね、であれも営業時間だけ変えたわけじゃないですか。はい、もしくはターゲットを変えてみる。なんかさっきのように、あの今までだったら、相手にできなかったところをになんか例えばアプローチするでもいいし、それ専用でもいいし、幼稚園とか保育園とかちっちゃい子供とかおじいちゃんおばあちゃんとかだけ考えて、何かちょっと工夫して何かできないかなっていう、うん、はい、っていうふうに考えたりとか、あと価格帯を検討するとか、うん、分からないですけど、例えば、これ YouTuber で誰かいたんですけど、あの 生ハム屋さんが、はい、あの世界一高いイベリコ豚っていうのでギネスを取ったんですよ、はい、100g がめちゃめちゃ高いんですよ、はい、で世界一だからギネスブックに載って話題になったんで、わかんないですよ、うん、世界一高い畳みたいな、うん、あの金が練り込んであるのかわかんないですよ、うん、っていうそういう考え方で価格帯を変えるっていうのは、はい、安売りってできないじゃないですか、もう原価が決まってるんで、じゃあ1枚500円って無理だと思うんですよ、うん、だったらもうめちゃめちゃ高いやつ、うん、はい、金とかが入ってるっていうと、あの彦さんも想像つくと思いますけど、お金余ってる人でそういうの大好きな金の茶室とか作っちゃうようなお金持ちの人とかっていうのにしてもいいじゃないですか。はい、例えばですよ。あとは課金方法を考える。あの、おそらく一回一回お金をもらってると思うんで、うん、これをもしかしたらやり放題っていうような、例えばエステがセルフエステ行き放題のお店とかってあるじゃないですか。はい、ああいう形で、じゃあ畳ってちょっと僕何年に一回買えるのか何ヶ月に一回買えるのかちょっとわかんないんですけど、それをじゃあ10年間、4回買えるんだったら、うん、2回の買える料金で先にもらえば、うん、もうあの10年間4回買えれますとかって、それ なんとか放題とか、それチケット制にするとかでもいいと思うんですよ、うん、でなかなか多分畳屋さんでそういうチケット制とかサブスクモデルなんて考える人いないと思うんで、それを1個ずつパーツを分解してみて、そのパーツを他の業界ではやってるけど畳業界ではやってないことできないかなって考えてみる、はい、うん、っていうこういう考え方、はい、ですかね、うん、なんでこのねパーツを変えるっていうのはねめちゃめちゃ良くて、うん、で特にあのターゲットを変えたりとか、うん、何々専門ってやるだけで、うん、例えば男性専門だったのを女性専門にする、子供だけにする、おじいちゃんおばあちゃんだけにする、うんうん、もしくは体に障害がある人だけにする、うん、まあ、そういういわゆるその同性愛の方だけにするとかっていうふうに、ん、何々専門って変えていくだけで、うん、あの全然別の業態に変わってちゃうんですよね。うん、うん、なのであの一番いいのはターゲット変えるなんですよ。あ、はい、はい、うん、なのでそのパーツを変えるってことをまあ考えてみられると2個目としてはいいんじゃないのかなと、うん、ただ私はそうじゃなくてもこの24時間張り替えサービスを、うん、全国もう 100% やれてるわけじゃないと思うんですよ、はい、なのでなんかそれをやるだけでも、ただこれはおそらくなんで皆さんやりたがらないかっていうと、多分ですよ、職人さんじゃないですか、うん、職人さんに夜12時に行って朝6時までやってもらうっていうのが、うん、しかも昔ながらの畳張り替える職人さんってなんかハードル高いと思うんですよ多分これ。うん、なんで参入障壁があるって、そういうのができるんだったらありかなと思います。そうですね、はい、で、うん、あと3つ目がやっぱり海外の輸出ですね、うん、はい、あの海外の和食屋さんとか、うん、あのなんだろうな、この日本文化に関連した店舗とか施設とかっていうところに対して、うん、そのさっき言ったそのアレルギー対策とか、さらにそういうちょっとあのエコというか体に優しいというか、そういう要素をくっつけたような、うん、さらには多分張り替えっていうのがもうできないと思うんですよ。なので、うん、あの置くだけってあるんですね、はい、置くだけで何枚か置くだけで、そのフローリングの中の一部の例えばその1メートル1メートル1メートルの真四角のやつをだからあの8枚置くだけでそこの部分が和室になるみたいな、うん、そういうやつを輸出するっていうのは親日の国に対して僕はもう全然ありだと思うんですよ、ね、うん、なのでまとめると、そのまあ不動産提携するんであれば、まあ新商品の開発がおそらくいると、そうじゃないと入りようがないと、はい、で2個目がビジネスモデルのパーツを変えることで24時間張り替えサービスをが一番まあやってるとこがあるんで簡単に思いつきますけど、それ以外にも価格帯ターゲットなんかできないかなということ、はい、で3つ目が
海外への輸出ですね。ひこさん、なんかどうですか、畳って聞いて、なんか今の話を聞いて。いや、やっぱり、保育園とかって、なんか今、そのお子さんたちを裸足で教育したいという、ちょっとその、今だからこそっていう考え方をされているところとかもあるので、はい、そうなってきたら絶対畳とか床とかは気持ちがいいと思うので、そういうところってなんかこうこだわって教育をしたいご両親とかにはすごくいいと思いますし、あとその、なんだっけ、ハウスクリーニングとかのお掃除の業界でも、あえて要は夜中に来てくれるとか、サービスありますから、なんか24時間をやっただけで、なんかそのお店だけじゃなくて、もしかしたら結構忙しい方の需要とかもあるかもしれないなっていうのが思いましたね。で、静かにできますみたいな。そう。音を立てませんみたいな。で、私よく先ほどその、新規ビジネスの作り方っていうのを無料で見れますよってお話ししましたけど、その動画の中にも入ってるんですけど、結局ビジネスってやっぱり不平不満から探すのが一番なんですよね。そうなると、何かの不平不満を、このご自身がやられてる畳っていう業界でそこにぶつけられるかどうかっていうのがやっぱり勝負というか、なので、その、ゼロから、発明するってことが難しい以上、不平不満を見つけるっていう時点でも、不平に対する商品が存在してるわけじゃないですか。そこをやっぱり改良して横展開していくっていうのが、ビジネスのやっぱり基本だと思っているので、もちろんね、簡単ではないですよ。新商品では我々今簡単に言ってますけども、簡単ではないですけど、畳がそういうその、なんだろうな、もうシックハウスの原因となる、そういう悪いものを吸収したり、空気を浄化っていうことが結構書かれてたんですよ。本当であれば、もう壁とか、なんだろう、天井とかに、おしゃれな感じで貼れるんだったら、なんか、いけるんじゃないのかなとかって思っちゃうんですよ。そうですね。なので、畳を売るんじゃなくて、畳、その畳を使うことでもたらす価値をやっぱり売らないと、ただの畳屋さんになっちゃうんですよね。お宅何が違うのってなると、何々さんの何かを使ってますが、それだけだと、多分、お客さんはあまり意味がないんだよね。だから、畳が必要なわけじゃないんだけど、その畳のその先にある何か、例えばさっき、ひこさんが言われた幼稚園で裸足でっていうような、そういうのを売りにしてる幼稚園があるんであれば、それのにより繋がるとかっていう価値があるから、この畳にするっていう。そういうような感じで、なんか畳の先にあるものごと売ることがもしできるんであれば、まだまだ、しかも本当に7億枚もあるんであれば、7億枚ってまあまあな量ですよね。そうですね。と思って、こんなにあるんだなと。なので、そういう考え方を、して、ちょっともう一度考えていただけるといいかなと思います。はい。今日は、畳業界の提携先とかね、そういうビジネスモデルということを一緒に考えました。経営のヒントプラス第589回目お届けしました。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございます。